もうそんなに無理して拾わなくても。つねきさん、花火もバーベキューもできなかったから、せめてキャッチボール。うわっ、神田くん大丈夫？せめてキャッチボールは続けたくて。もうおかしいんじゃないの？ありがとう。せいでツネキさんまで。バカ！ごめん。なんかホテルのお風呂を思い出すね。え？実は最近制服のままお風呂に入るのに夢中なんだ。家のお風呂の話だよね。当たり前でしょ、よそじゃ無理よ。いや、そういう問題じゃなくて、変だから。だって気持ちいいんだもん。否定するなら神田くんもやってからにしてよ。次の日どうするんだよ。それに自分の制服じゃあんまり楽しめそうにないな。そっか、じゃあ金曜の夜に巴さんの制服でチャレンジすればいいじゃん。あ、そうか。巴さんの制服でお風呂に入ったら最高に背徳感あるよね。本気で考えないでよ、冗談だから。え、そうなの？見るな変態。変態はそっちだろ。うん、いつもエッチな視線を向けてくる人に言われたくないから。あ、溺れちゃうだろ。正直今興奮してるんでしょ？そんなことない。私はしてるんだけど。校舎裏の神田くん、男らしかったよ。耳に砂が入ってよく聞こえない。じゃあ取ってあげる。口を塞がれている。